おはようございます。思い出の一文字を形にごコンセプトに活動しております。一文字の長は翼です。本日は5月の3日、現在時刻が7時58分でございます。 さてさてゴーールデンウィークも後半となってままいりました皆様いかがお過ごしでしょうか今日もやってまいりましょう朝から元気になる名言ラジオということで今日はゲーテの名言をご紹介させていいただこうと思いますゲーテはですね18世紀から19世紀にかけて活動した、まあ、ドイツの詩人だったり小説家だったり劇作家だったり政治家だったり科学者だったりといういろんなタグがついている偉人 ですね。ゲーテの代表作で言うと、ファウストとか、えー、若きウェルテルの悩みなどの作品で知られてたりしますよね。で、えー、彼の作品はですね、まあ、ヨーロッパの文学に影響を与えて、ドイツ語文学を世界的なレベルに押し上げた人物としても知られております。そんなゲーテの名言を今日はご紹介させていただこうと思います。ゲーテの名言はこちらでございます。楽しめる時は楽しめ。 耐ええなななければならない時は耐えろ。もう一度いきますね。楽しめる時は楽しめ。耐えなければならない時には耐えろ。さて今日もこの名言を題材に得られる考えとか気づきなどを考えていきたいと思います。まずですね人生には良い時もあれば悪い時もある。 ということですね。この名言にはですね、状況が良い時にはその瞬間を最大限に楽しんで、困難な状況ではその苦しみに耐えることが必要であるというメッセージが隠されているかと思います。そういった状況を受け入れて、その瞬間に適した対応をすることの重要性を示唆しているのかなと思っております。で、個人的にこの耐えるという中には逃げるという言葉も含まれているような気がしております。とにかくその状況というのを受け入れて、 適した対応を取ることが大切なのかなとそしてこの名言には人生には楽しむ時と忍耐する時があることを理解してそれに適応する柔軟性の重要性というのを伝えているような気がしてるんですよね変わりゆく状況に適応して適切な反応をすることが人生の中での幸福と成功につながっていくのかななんて考えてます 楽しい時間と困難な時間のバランス。こういったものをですね、えー、大切にしていくこと、そして楽しみすぎることや困難にばかり集中することっていうのを避けてですね、すべての側面を受け入れて、いろんなバランスっていう中で生きていくことが大切なのではないかなと思ってます。やっぱりですね、楽しめる時にはその瞬間に感謝をして、えー、困難な時にはですね、えー、耐え抜くことが必要だったりすることもあります。どちらの状況でも適切な感情と態度 で望むことで、えー、豊かな人生を味わうことができるのではないかなとおそして人生に対して現実的な視点を持つことを大切にしていく必要があるのと常にいい時ばかりではなくて悪い時もあるこういう現実があるということがまず大前提で、えー、その現実を受け入れてそれに対処するためのアプローチが必要になってくる。 というわけですねまあ、人生の浮き沈みこういったものを理解してですね各瞬間に応じた最善の対応をとることが大切であるというメッセージがこの名言に含まれているような気がしております。といってもですねやっぱりこんなことは頭ではあの理解ではできると思うんですけども実際にその 状況になった時はなかなか受け入れることっていうのは難しいかと思うんですが、そういう時にはですね、こういう名言を思い出して、えー、受け入れる努力っていうのもできるようなメンタルのコントロールっていうのが必要になるのではないかなと思っております。というわけで今日はゲーテの名言をご紹介させていただきました。名言えー、とゲーテの名言はですね、えー、いかがでしたでしょうか はい、というわけで、えー、一番最後にですね「ゲーテの名言」をご紹介させていただいて今日も終了にしたいと思います。楽しめる時は楽ししめめ、るはは耐耐ええなななければならない時には耐えろ。では今日も一日楽しんでいきましょう。いってらっしゃい。